社屋の外観。右奥に送信タワーが見える。鈴鹿ボイス FM は、三重県鈴鹿市の一部地域を、放送区域として、超短波放送をする、特定地上機関放送事業者である、株式会社鈴鹿メディアパークの実施する、コミュニティ放送の愛称である。2008年開局。開局前の歌唱は、絆ネット、鈴鹿 FM であった。ショッピングセンター。 フレスポスズカの一角にある施設、スーズーコミの一角に設置され、スーズーコミを運営している、スズカコミュニティが、当局の筆頭株主になっている。スーズーコミ内には、音楽ホール、スーズカボイスホールがある。なお、スズカコミュニティ社は、ミュージックバードの上位株主となっている。送信書もスーズーコミの一角に設置されている。課長エリアは、 鈴鹿市全域及び亀山市、四日市市、三重郡などの近郊都市で人口は約66万5000人。時報はコールサイン、曲名の読み上げの後、レースマシンの通過音で障子を知らせる。公術の給与支配問題発生以前は鈴鹿ボイス FM。全員時間帯がオリジナル番組で構成されるようになってからは、 鈴鹿ボイス FM と表記されている。ポスターやロゴマークでは、鈴ら字という表記も行われるが、正式名称としては、英語表記の鈴鹿ボイス FM78、3MHz と周波数まで入れたものを使用する。コールもこの形で行われている。2008年、2009年、2015年、2016年、2019年、2020年。 現在の編成はタイムテーブルを参照のこと。ハーバーステーション FM 彦根、ね、ラジオスウィートとの共同制作番組、土日どこ行くや、いなべ FM シティワイ FMFM ラバリとの共同制作番組、見え4曲お出かけナビなど、合同制作の番組や、ミュージックバードの番組も放送している。シティワイ FM 制作は無理タイムとの枠交換に伴い、鈴鹿ボイス FM 制作大好き。 ビアティンを2020年4月からシティワイ FM で放送している。昼の生放送番組では YouTube でのスタジオ動画配信が行われている。鈴鹿サーキットで F1 や鈴鹿8体などのビッグレースが開催される時は周辺の交通情報や駐車場案内、サーキット内からの情報を放送しており、2015年より F1 日本グランプリ8体。 スーパー GT 鈴鹿 1000km スーパーフォーミュラなどのレース実況放送が行われているが F1 のみサイマルラジオでの放送はスポンサーの関係で行うことができない2018年よりスタートする鈴鹿 10H の実況放送もスタートし全部で6つのビッグレースを放送している免許人の株式会社鈴鹿メディアパークは 地元企業や鈴鹿市の出資により設立された。放送業務のほか、フリーマガジンの発行、貸しホール及びレンタルスタジオの運営なども行う。株主平成28年5月31日現在準不動鈴鹿メディアパークは、2011年4月より、市民を対象に緊急防災ラジオのレンタルを開始した。 鈴鹿ボイス FM 以外の NHKFM2 と FM30 も受信できる。ありがとうございます。